ものを搬入している段階で、大したあのものは入ってないですけど、ゆくゆくはあのものを大量に並べて、まあ、これが量子コンピューターですとかっていうふうに、お見せできると思います。通信波長帯の光を使うことにしてまして、まあ、そういう光源を少し入れています。